有害貨車の屋根に設けられたランボード上に立つアッキソントピカサンタフェ鉄道の制道主。カホン峠を下ってきた後、カリフォルニア州カホンでブレーキの連続使用により加熱した車輪を冷却するために停車しているところ、1943年3月制道主は列車に乗車してブレーキを取り扱う仕事をする鉄道員である。真空ブレーキ発明以前の初期の 鉄道車両においては貫通ブレーキが備えられておらず、運転操作を行う機関士が列車のすべての車両に対するブレーキ指令を行うことができなかった。制動手は編成中の各車両に乗務して、機関士からの合図に応じて担当車両のブレーキを取り扱うのが主な仕事であった。アメリカでは制動手は列車の走行中に 車両の屋根上に設けられた歩み板状を歩くか走るかして巡回し各車両のブレーキハンドルを回してブレーキをかけて回る役割であった。また自動連結機も実用化されていなかった当時車両間の連結がきちんと行われていることを確認し入れ替えに際して機関士に合図し点鉄機を切り替えるのも彼らに委ねられた仕事であった。彼らの仕事は 列車の保安上重要なものであり、夜間の作業中に凍結した貨車の屋根上から足を滑らせて転落死するといった事故も少なからず発生していたにもかかわらず、ジョージ・ウェスティング・ハウスによる自動空気ブレーキの発明まで労働環境の改善がなされることはなく、また機関士や車掌といった他の乗務員に比して極めて低い賃金水準に止められていた。 1918年から1920年頃、アメリカ合衆国の旅客列車の制動手ドイツでは、制動手は各車両に備え付けられている制動手室に勤務して、機関しから合図された時にその車両のブレーキをかける仕事をしていた。とても危険で不快な仕事であり、特に冬には暖房のない制動手室で投資してしまうことも珍しいことではなかった。日本では、 鉄道更新国であったがゆえに、鉄道開業後早期に近代的な貫通ブレーキシステムが導入されたこともあって、それらが導入された後の幹線鉄道では制動主を特に乗務させず、必要に応じて車掌が車掌室に設けられたブレーキ弁を操作するに止められた。しかし、森林鉄道においては幹線にあたる一級線でさえ安全性の高い貫通ブレーキの導入が、 第二次世界大戦後まで遅れたため、製動詞を必要とした。多くの森林鉄道においては、特に下山時に2台一組の運在台車各組、あるいは1台の運在台車単体に材木を積載し、それらにまたがるようにしてそれぞれ製動詞を乗車させて、編成を組まずに単独で重力に従って、下り勾配を走行、必要に応じて、彼らが手でブレーキ作用ってを操作して、 台車を減速あるいは停止させる乗り下げと呼ばれる運行形態が多くの路線で長く採用され続けた。また、そうでない路線においても材木を積んだ運在台車を連ねた編成の要所に生同士を乗務させ、機関車からの合図に合わせて運在台車のブレーキを操作するという伝統的な運行形態が自動空気ブレーキの導入まで長く続いた。 特に諸葛営林所による森林鉄道の路線廃止後も設備が残され、薬杉土埋めきの輸送などに用いられた暗房森林軌道では21世紀に入っても聖道主による乗り下げでの運行が継続されており、これは日本の鉄道において聖道主が本来の役目を果たす最後の事例となっている。鉄道の技術が進歩するにつれて聖道主の仕事は減り、 新しい技術に合わせて変化してきて、初期の鉄道に比べてその仕事は安全なものとなっていった。各車両で取り扱われていたブレーキは自動真空ブレーキや自動空気ブレーキに置き換えられて動いている列車の屋根の上を歩き回ってブレーキをかけて回る必要がなくなった。連結、開放の度にいちいちピンを落とし込んだり引き抜いたりする必要のある 金リンク式の中央干渉機式連結器は連結時に確実かつ自動的にロックされる機構を備えた自動連結器に置き換えられ、手信号は現代では無線通信に置き換えられている。コンテナ車の車端に待機する制動式監視、車掌、制動手からなる貨物列車や操車場における鉄道員の場合、制動手は手で切り替える方式の分岐器を切り替えて、 車両の切り離しと連結などの入れ替え作業の手助けをする。旅客列車では、生同士は運賃を徴収し、ドアを開閉し、車内放送を行うなどの車掌の手助けを行う。1から2年の経験後に車掌に任命されることが多い。最後尾の車両に乗務している。生同士は、すべてのドアが安全に閉じられると車掌に合図を送り、それから自分が乗車して、 自分のところにあるドアを閉める。保存鉄道や横方向の車輪で案内するようになっているローラーコースターでは路線中の特定の場所、特にカーブなどで減速させるために制動手を乗せている。制動手は列車を減速させ、一乗車が終了すると駅で停車させる仕事をしている。この形で残されている鉄道はとても少なくオーストラリアのメルボルンにあるルナパークの保存鉄道や イギリスのグレートヤーマスプレジャービーチのローラーコースターなどが主な例である。ありがとうございます。